あのバカが来て以来、血の落とされたり一服盛られたり大変だったが、それもなくなったし。たとえ仮初めでも平和って素晴らしい。亮様。はやめろこのお店の名はプラービー。私と兄さんはこの喫茶店でバイトをしています。ごゆっくりどうぞ。この人はハル兄さん、本名ムカサハルキ。両親を亡くした私と兄さんの保護者です。オーナー兼マスターのハル兄さん、実はマスターらしいことは何もしません。いつもの指定席でああして本業に精を出しています。もっとも春に言わせればいるだけで店の売り上げに貢献しているんだそうだ。実際今日も看板娘の我が妹茜目当ての男どもと春目当ての女性客で結構にぎわっている。オーダー2ブレンド入ります。はい、かしこまりました。りょうくん、今誰か熱く見つめてた？浮気はダメだよ。はあ、ゆりかさん、浮気ってのは彼女のいるやつがするもんで、俺は別に。私聞いちゃったもんね。りょうくん、ラブラブ？何バカなこと。会ってみたいな、りょうくんの自称婚約者。こちらは目のゆりかさん、茜と並ぶ看板娘。でもあの春の恋人だってことは企業秘密だ。いらっしゃいませ。来たよゆりかさん、噂のバカ女。こんにちは亮様、私来てしまいました。わあ、この子が亮君の。かわいい。中身は腹黒だけどね。こちらの正直な方は亮様。バイト仲間の目のゆりかさん、よろしくね。増田静香です。よろしくお願いいたします。ゆりかさん、これ。はい、じゃあごゆっくり。ムカサハルキ様でいらっしゃいますね。はじめまして、私増田静香と申します。増田。はい、よろしくお見知りおきくださいませ。何よこいつ、うずしい。ムカつく。仕事中にごめん、ハル。あのバカどうしてもって。いや、機嫌悪い、あのバカ。ささ、茜さん、どうぞどうぞ、一休みなさっててくださいませ。あのね、静香ちゃん、ご安心ください。超高性能のヤマトナデスコですから、接客も大得意です。お手伝いさせてくださいませ。お嬢さん。はい。仕事をするということを軽く考えてはいけません。
ここはこいつらの職場なのです。邪魔は許しません。邪魔になんかなりませんわ。それを決めるのはあなたではありません。講師のけじめをつけなさい。はい。おお、さすがはハル。あいつを一言で黙らすとは頼りになるぜ。でも客として来店したものを無限に追い返したりはなさいませんわよね。もちろん、どのような方でも喜んでお迎えしますよ。やめてください。困ります。あかね。ねえねえ、なんでさ、いいじゃない。やめてください。いいじゃない。ねえ、やめてください。困ります。またかよ。んなこと言わないで。困ります。はいはい、お客さん、店の子には手を触れないでくださいね。なんだお前てえな、何しやがる。あれ、邪魔しているように見えませんか。ああ、女の前だからってカッコつけてんじゃねえぞ。くっ。兄さん、りょうくん。しやがって。その方にご退場願いなさい。二度といらっしゃらないよう念入りにね。やめろおい。お達者でー。大丈夫か。ありがとう、兄さんこそ。別に平気さ。それからしずかちゃんも。どういたしまして。未来の妹を守って差し上げるのは当然です。妹？とにかくありがとう。否定しろよ、アカネ。何だったんだろう今の。さあね。さあ、本日のアトラクションは終了です。なんだ、仕込みだったんだ。びっくりした。ハル様のかっこいいところ見たかった。ごめん、ハル、俺ついカッとなって。謝ることはない。あそこで茜をかばったのは正しかった。問題なのは、はあ、まさか私のしたことが間違っていたとでは。あんな連中を呼び出して店のムードをぶち壊した責任を感じていない。あのまま見過ごせと。手段が問題だと言っているのです。仮にあの場を丸く収めても、あの手の輩のこと、逆恨みでレオ様に危害を加えかねません。後の災いの亡きよう、配下の者が完璧に処理して正解だったと存じます。ほう、店内を荒らしただけでは足らず、この俺に恩まで着せようと。まさか、そのようなつもり、もとございません。では、明らかな事実に基づく話をしましょう。それが理性的な対応というものです。そうですね。これは…常連の減少、悪評の発生、並びに店内の器物損壊、以上に対する当然の損害賠償請求です。ではこの慰謝料というのは。女性客の評判の向上、並びにストレス発散の機会を俺は失いました。この精神的苦痛に対する陳謝が必要です。はあ、そんな無茶な。あれ、この悪徳経営者。何か。それでは春樹様、
手段が間違っていたとしてもお店と茜さんを守るためだったのもまた事実。それに対しては何か。ああ、それなら亮より深い感謝が捧げられるはずです。はあ？わかりました。では早々に処理しておきますわ。ちょっと待て、ハル。俺を取引に使おうって言うのか？人聞きの悪いことを言うな。可愛い妹を助けてくれた相手に礼を尽くすのは当然だろう、人として。そりゃそうだけど、でも。あの、ではお兄様。何です？否定してくれよ、ハル。今宵、リョウ様と二人きりのお食事を望めばお許し願えるんですね。もちろん、存分に感謝してもらってくるといい。はい。なんでそうなる。いくらなんでもあんまりだ。春の鬼、究極の合理主義者。思わぬ身内の裏切りに遭い、ますます窮地に陥った。俺の明日はどっちだって続け。うわーって。